はいどうも、こんにちは、山陽と申します。さあ、今日からね、また新企画をね、やっていこうというわけでございますけどね。まあ、外に出てますよってこと。今のところ、方は三重県四日市市本町ですね。JR 四日市駅の近くの、コインパーキングに泊まっております。今日はね、ここから何をやっていこうかというと、そうだ、大江行こうということでございますね。大江駅ね、前明治のね、駅ですよね。うちの動画でも一回行ったことがあるところではあるんですけど、夜でしたしね、ちょっと暗くて、で、東名古屋港でしたっけ、あそこのね、駅の方に、実行線の方に、行く途中に、ふらっと寄ってね、夜に、ね、もう暗くなってからね、ぐらーっと回しとったんでね、さすがにちょっとちゃんと撮っておいた方がいいかなと思っちゃったんですよね。なんでね、よし、大江に行こうじゃないかという、お手軽企画でございますよ。大江ね、愛知県のね、名鉄の、ね、すぐ近くの駅に行くだけですからね。なのにね、遺産で朝の5時半からね、場を出して、今に至っておりますけどね。今日はね、じゃあどうやって行こうかと思う、言うとですね、これ使っていこうと思います。久しぶりなんですけどね、青春18切符使ってね、行こうと思います。なんか、もうすでに夢中してるだろうと思うかと思いますけどね。まあしばらく邪魔に付き合ってもらいますよと、いうことでございますね。さあお気づきかな、どこに向かおうとしているのか、皆さんお気づきかな、どうかな。まあ大体ピンときてると思いますけど、早速行ってみたいと思います。お、さあね、もう5時50分なんでいい時間なんですよね。今からね、5時59分発だったかなの亀山行きのね、列車にで、乗っていこうというわけでございますね。あれですよ、磯川パン曲がれってやつですね。おかしいだろ、普通に考えたらね、名古屋駅の方に行ってね、名古屋から名鉄に乗って行けばあっという間なはずなんですけどね。なぜかね、逆さまするとですね、私ですね、朝の5時に出ないと間に合わない計算なんですよね。で、なんなら今日、朝の5時に出発するのに間に合わせ、動画の投稿を間に合わせるために、朝の3時から起きて動画、投稿をやってますからね。何やってんだろうね、本当に。なんで今朝の5時半なんですけども、なんなら一仕事終えた感ありますからね。いや、今からなんですけどね。考えてみたら、青春18切符で行くの久しぶりですね。学生時代以来じゃないか。ねえ。社会人になってから、それは使ったことないな、結局。さ、じゃあね、四日市駅からですけど。これでも、あさってどうすりゃいいんだ。そういや、友人じゃねえよな。よかった。職員さんおったんで、わかりましたけど。今もう、四日市駅も朝は、改札開いてないんで、改札開いてない場合は、そのまま入って、社長さんに押してもらったらいいらしいですね。なるほどな。言うてまんま一番ギリギリに来たから。ブロックの内側までお下がりください。この列車は
2両編成です。この列車は